去る8月28日に辞任の意向を発表した安倍晋三首相。第2次安倍内閣は7年8ヶ月という歴代で最も長い長期政権になり、その間さまざまな政策を行ってきた安倍首相ですが、やはり首相も人間。難病である潰瘍性大腸炎が再発したことで、まだ1年任期を残した中での辞任となりました。辞任会見では、国民の皆様の負託に自信を持って応えられる状況でなくなった以上、総理の地位にあり続けるべきでないと判断したとコメントし、この言葉が海外で大きな共感を持っているようです。引用元です。この共感のポイントは、まだ任期が残っていながら完全に総理の座を降りるということのようです。この状況が自分の引き際であると理解し、決して権力の座にしがみつくことはしないという姿勢は、海外の方はかなり驚いて見ているとのこと。一時休養し、病気を治してから再度政権を担うという方法もあったにもかかわらず、あくまでも自分の使命を全うできなくなったらその座を降りるという潔さを見せた安倍首相。第二次安倍内閣では、第一次安倍内閣以上に、メディア、あるいは反政府の人たちによる人格攻撃に近い罵倒を受け続けてきました。そのような状況の中でも、安倍首相は、経済の立て直し、アメリカのトランプ大統領との関係を深め、日米同盟の強化等、さまざまなことを行ってきました。もちろん、アメリカだけではなく、台湾をはじめ世界各国とも関係を深め、韓国や北朝鮮に対しては然るべき対処を取り、外交でも多彩な手腕を発揮。特に長らく問題であった経済の面を考えれば、株価は2万円を超え、正社員の有効求人倍率は全ての都道府県で1倍を超え、2019年の 1.63 倍という数字は過去最高の数字。国民総所得 GDP は過去最高の570兆円を達成するなど、これ以上ないほどの成果を出しました。安全保障の観点で、とても重要な対米関係を見ても、鳩山由紀夫前首相、菅直人前首相の時代では、普天間基地をめぐる問題を自主的に引き起こしてしまい、アメリカとの関係に大きな亀裂が生じましたが、安倍首相はこれを改善。新型コロナウイルスが世界的に流行すると緊急事態宣言を発令し、感染者数、死者数ともに世界でも少なく抑えています。この他にも、働き方改革や憲法改正の意識づけ等、枚挙にいとまがないほどの功績を残しています。このように、たくさんの功績があるにもかかわらず、主要メディアは揃って安倍政権を独裁だった、意味がなかったという形で断罪しています。加計学園問題や桜を見る会といった全く根拠のない批判に7年半以上もさらされ続けた安倍政権ですが、海外ではどのようなコメントが寄せられているのでしょうか。非常に多くのコメントが寄せられていますので、ここでは一部を抜粋して紹介したいと思います。海外の反応。なんて立派な紳士なのかしら。これこそ本物のリーダーのあり方だと思います。国民によく尽くしてきたし、他の首脳たちとは違って権力にしがみつくことなく自ら退くことを決めた。こういった姿勢がこの人を特別な存在にしてるんだと思う。俺の国の政治家にはこれだけの影響力を持ってる中で、すっきり去るなんてことは考えられないだろう。俺の国の政治家とは大違いだな。幽霊になっても実権を握りたがるから。こういう人が首相を務めるような国だから、日本は今のような国になったんだ。一方で、この国の政治家は自分たちの利益のために権力に固執する人間ばかりだ。病気であっても権力にしがみつくことができた。だけど、彼はそれを良しとしなかったんだ。これこそリーダーシップであり、愛国心ってもんだろ。なんで日本が世界の模範なのかがまた分かったな。全力を尽くせなくなったから退く、金言だな。政治家諸君、胸に刻んでおけよ。ミスター安倍の素晴らしい決断をアラブの王族や政治家は見習ってくれ。
安倍さんの賢明さを学ぶべきなんだ。まず、第一に、国民のことを優先させないと。心臓安倍に敬意を。よく言われているように、確かに、あなたは高潔な人だ。そして、誠実で信頼できる人でもある。あなたは、世界中のリーダーたちの模範だよ。歴代の日本の首相の中でも一番尊敬できる人。特に、アッサム人は寂しく思うだろうな。市民権改正法に反対するデモが盛り上がってる時でも、危険を顧みずにアッサム地方に来てくれたから。ようやく、この政権が終わった。日本人は彼が好きじゃなかったからね。腐敗してるし役立たずって言ってたし。これが日本人なんだよ。だからこそ、俺は日本人に敬意を払ってるんだ。誠実で、謙虚で、利他的で、何より高潔だから。私の感想、海外での安倍首相の評価は、あまり国内では聞かない内容でしたね。とにかく、いいことは良いと褒めることをしなければ、本当に良い政策、政治活動をした人が有権者に伝わらないのではないでしょうか。次の首相候補や新首相が決まったとき、期待感を煽っておきながら、上げ足を取るというワンパターンではなく、いろいろ変わっていってほしいです。とにかく安倍首相、お疲れ様でした。